ブラックスキャンダルは2018年10月4日から12月7日まで読売テレビ制作日本テレビ系木曜ドラマ枠にて放送されたテレビドラマである。身に覚えのない不倫スキャンダルによって芸能界から追放された元女優が顔と名前を変え自分を陥れた芸能プロダクションに復讐していく物語として描かれる。主演はテレビドラマ初主演となる。 山口さやか。最終話放送終了後には、顔と名前を変える前の主人公を描く、前日単、ブラックスキャンダルエピソードゼロがフールーにて前後編で配信された。ある日、人気女優、藤崎沙羅の不倫スキャンダルが、大々的に報道される。沙羅にとっては全く身に、覚えのないことであり、釈明会見を開こうとした矢先。 不倫相手として報道された人気俳優が突然会見場に現れ、事実関係を認めてしまう。この会見によって世間から強烈な誹謗中傷を浴びたサラは芸能界から追放されてしまう。さらにはサラの母が娘への重圧に耐えきれず記者の前で昇進自殺し、サラは全てを失ってしまう。5年後、サラは不倫相手として祭り上げられた二世俳優が、 自分の元所属先である芸能プロダクションフローライトに金を積まれて偽のスキャンダルを演じたと告白したことを後輩女優から聞かされる。真実を知ったサラは自分を陥れた者たちに復讐するため整形手術を受けて顔を変えた上でヤガミアリサと名乗りフローライトにマネージャーとして潜入する。しかしその復讐の先には誰も想像し得ない衝撃の 展開が待ち受けていた。本編終了直後から5話として配信され、2018年12月31日までギャオで独占配信されていた。ありがとうございます。